でも自分でやる場合はさ、前からこうだよね。そうですね、その上の髪まず避けて、はいはい、下の髪だけにして、うん、上の髪を避けて、で止めちゃってます。あ、下からやってるってことね。でここで、はいはいはい、こうやってこの辺で止めて、まず下からやるってことですね。待ってます、ただこれあれですね、外羽もなんか変にこうなっちゃう時とかないんですか、前とかに。なります。なります。なります。これ実 はコテから外す時に形つくんですよ、髪の毛って。だからその時に、例えばこれ今前に向いてますよね。でこれがそのまま落とすと、もしかしたらこっちになるかもしれないですよね。あります、それよく。ありますよね。あります。その時はあれですよね、外羽を外すときありますよね、はい、この時に後ろにやれば後ろになります。これ今なってますよね、はい、これが通常通りただこうやってやってやりますよね。でこうやってやっちゃうと前にこう逃がしちゃうと前になっちゃうんですよ、まあ、今ちょっと大丈夫ですけど、後ろに一回やったんで。なんでその外すときが肝心なんですよね。そこでこう後ろにやるという感じです。でもこの外羽ってやっぱり難しいよね。難しくないですか？難しいです。結構難しいよ。手取ってるっていうですね。人の、 あのネタをそのまま使うっていうノープランでそのまま利用するっていう。大丈夫ですか？いや、あと結構自宅でやる場合、コテ温まってないでやる人いません？温まってから使いますか？温まってから使います。温まるの早いやつなので。あ、じゃあいいの使ってる。使ってって言いました。多分すごい簡単なやつは、一回カール作ってとりあえず外羽に作るじゃないですか。大丈夫ですか？一回外羽に作って、まあ、これも逃がす位置ちょっと大切だと思うんですよね。この毛を見ながらどっちにやるか。これちょっと前にやったら良さそうなんで、ね、あ、こういう風に。ただの外羽ですよ。これだと面白いかね。あとポイントがやっぱここの鉢張ってるとバランス悪いんですよ。ここの。で、ここを潰した方がいいんですよ、ね。まずこの鉢が張ってる時点なんか四角くなっちゃって変な。ちょっと前になっちゃうんで、そこが結構感じなんですよね。あとトップもボリューム出てないとちょっとおかしかったりするんですよ。なんで僕だったらここを指1本分だけ取って、ちょっと難しいですけど、こうやって少ししごきます。このカールのところを使ってしごいて、ちょっと高さをこう出して、それからここを、それかな、この鉢部分はちょっともう巻くっていうか、もう熱で押さえて、で外羽になったやつをもう強引に巻いちゃう、内巻きに適当に、でもうバラす。一回外羽に作ったやつをもう後で崩すみたいな感じです。そうすれば全然できます、簡単に。まあもう無造作な感じにこうなってるので、一回ベースの外羽を作り、寂しいよね、自分でもこうやって。後ろとかどうしてる？後ろは外羽諦めて後ろに引っ張って、はい、ああなるほど、クランってやつ。ああそっかそっかそっか、ってやって、まあ跳ねさせたりとか、なんかまあほぼ内巻きです。まあ後ろ難しいよね。でも後ろの場合はもう首をもうこうやってやりながら
もうここの毛を前に持ってくるしかないよね。こういう感じにもうやるしかないですよね、もしやるとしたら。そう、最近外羽、ね、かっこいい、おしゃれですよね。かわいいですよね。まず一回外羽をちょっと強めに作ります。後で崩すんで。で作って多分もう変な感じでいいんですよね。最初は変な感じで全然いいんで、外羽を作っしっかりちょっと熱で、まあ3秒ぐらい止めますね。で、やるとくるってなるので、まあ変な感じになるかもしれないんですけど、でネープの方量多いからちょっとねやっぱり難しいですよね。特にネープ量が多いのにやりづらいっていう、短いじゃないですか、大変ですよね結構襟足とか、ちょっと大変だな。うまくやる人いるよね。いますね。できない？できないです無理っすか一回カールを作ります。跳ねないように逃がす方向を考えて、ちょっと今鏡がないからどんなになってるのか分かんないけど、まあとりあえずやるか、はい、そしたらトップの指1本分だけこのダミーの表面のボリュームを出しましょう。これ全部出すとボコってなっちゃうんで、指1本分の表面だけをダミーとして、この棒だけを使ってちょっとこう絞ってます。絞いてボリュームを出します。でトップの高さちょっと出たので、今度は鉢を潰します。ここにちょっとたるませながら鉢にこの棒を合わせますね。勇気ある人はこのままジュッてつければ取れる。多分頭やけどしますが早いです。つけていいですか？それでまあこの鉢のあたりが潰れてるはずなんですけど、そしたらこの毛先の方をまとめてちょっとこう巻いて崩します。この時はもうなんか巻くっていうか、もうただ崩す目的の巻きなので、外羽をちょっとこう崩して入れるみたいな感じです。で一回外羽作って崩す。そうすればバランスなんとかこうなりますね。であとここのこめかみのところがやっぱりここ収まってれば絶対可愛いんで、ここは結構慎重にいきます。棒でちょっとこう顔の方に表面のね、このパサつきの毛を抑えるような感じで、ここら辺をちょっとこう馴染ませていきます。特に顔周りフィットしてる方が綺麗なひし形に見えるので、ここにちょっと熱を当てて、
こっち切った、あ、そっかそっか、こっちか、ごめん、間違った、あ、焦った、さっき逆に切ったかと思った、大丈夫か、こっちです、あ、え、もう一回やって、こっちに、え、全体的に取って、はい、巻いて、はい、こっちに流して、はい、それを、あ、持ってって、また上の方だけちょっと巻いたりとか、やるね、こっちをこっちに流してます、すごい、ここ、あとここ巻いて、そうです、あ、鏡見ながらね、はい、やりますね。はい、まあ後で崩すの結構使えますよ、とりあえずなんか自分の理想の感じ、内巻きでも何でもいいんですけど、後で一回これ通すんですよね、もうすごい簡単なやつは、とりあえず一回外はね、内巻きでも何でもいいんで、自分の好きなこうしたいっていうのを一回ちょっとわざとらしく作ったのを、これをストレートアイロンみたいな感じで通すと、なんかそれなりにできるんですよっていう逃げ技です。逃げ技、取れるっていうこと、こういうことだね、巻いても取りやすいんだ、はい、あと襟足が深いからもあるよね、だからもう多分トシさんのだったらもう思いっきり外はねバーンって作っちゃえばいいんじゃない、もう一回いいですか、ね、それで作ってもうすごいすごい変な髪型になるじゃないですか、はい、それでいいんじゃないですか。それね、そこからストレートアイロンみたくやんないと多分崩れると思うよ。ほんと今思ったけど、なんかもう一回がっちりやって、そう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 、でその後でさ通せばさ、まあ、これ崩れてるじゃん、はい、そういうふうにできるから、だからもうそういう癖つかない人は一回もう思いっきり作っちゃって崩す、それしかないかな。中途半端にさ毛先やりながら中間内巻きとかってやると取れるんだよね、きっと取れますね、そうそうそう、結構すぐ髪質によってできる人はそれで1回で仕事終わるからいいんだけども、ヨシさんは多分無理だから、1回外羽をひどいやつを1回作って、えげつないやつをえげつない外羽1回とりあえずわわわって作ってからやる、取れてる、皆さん宣伝ではないっていうか宣伝なんですけど、ヘナジェル結構これブローローションで使えるんで、宣伝でした、すいません、はい、今日はちょっと遅くまで木下さんに、協力していただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまた、バイバーイ。